どうも、タカヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今日は、10月31日、今日の朝ね、実は初めての羅臼に行ってきまして、今ね、無事に帰ってきたところです。で、先ほどね、動画をパソコンに取り込んだんですけどね、それがね、一番肝心な、その肝心なね、食べてるシーンの動画ファイルがなんと壊れてまして、もう大ショックです。はい、他のところは全然壊れてないんですけどね、本当にショックでね、で今ねいろいろ調べたんですけど、本当にねごく稀にねあるそうなんですよ。で僕使ってるのがねこのソニーのアクションカム AS300 ってやつかな、で使ってるんですけどね。で僕もねもうこれ使って半年で、今までも、ね、結構使ってきたんですけどね、そんなこと一回もなかったんでね、もちろん撮れてるだろうって思いますからね、そのねしかも一番食べてるシーンっていうかね一番肝心なとこだったんで、すごいショックでね今本当どうしようかなと思って、でまあ、ボツも考えたんですけど、まあ、せっかく行ってきたんでね、なんとなく肝心なところは取れてるんで、あと走行してるとことかね、さすがに全部ボツにするんではもったいないんで、このまま放送させていただきます。その食べてるシーンはもう、あらかじめないと思ってください。本当に残念です。で、またね、そのリベンジは必ず果たしたいとは思いますけど、まあね、こんなファイルがね、また壊れるようじゃ困りますからね。では、ご覧ください。ヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今日は、10月最後の日ですね。10月31日、ハロウィン。でもハロウィン関係ないっすね。6時4分。まあね、いろんなことやっててちょっと今日は遅れました。はい、今日は、初めてのラーツやってみたいと思います。というわけでね、まあラーツやるにあたって一番大事なのは、なんていうかね、邪魔されないでいかにやれるかだと思うんで、でいろいろどこ行こうかなって悩んだんですけどね、結局元スコですやっぱね、安定してやれるところが良かったんで、まあ、確実にね、とりあえず初めてなんで、今日はしかもね、シートバッグじゃないですね、タイチの、あのバックパックで来てます。はい。よいしょ。で、今日は、さっきも言ったんですけど、10月31日なんですけどね、割とここ最近の休みはほとんど走り行ってます。まあ2日前だったかな、3日前かな。まあ静岡行ったのはね。でこんな短期間でね、何度も行くってないんですけどね。まあそれはなぜかというと、まあ今のうちに走り込んでおくというかね、走り溜めておくっていうかね。そうしとかないとね、まあ、冬に備えてじゃないですけど、まあ、冬になったらね、だいぶね、行けるところも限られちゃうし、まあ、寒いし、はい、今回はね、そのね、桜峠っていうところにね、
あの初めてのツーリング行った以来ちょっと行ってみようかなと思って、まあ、それも兼ねてこっちから行ってみます。まあ、あれからねちょうど半年ぐらいになりますからね。から行こうと思います。やっぱ山に入ってきたんでちょっと寒くなってきましたね。もう桜峠、もう桜峠ですかね。あの時はもう奈良市のもう初級もいいところでしたからね、全然スピードも出せなかったし、ここまで来るまですごい時間かかったと思う。よいしょ、そういえば久しぶりの竹コンスタートだったな。本当に久しぶりでしたね。そうかな、本当はね長野の方行きたいんですけどね、ちょっと厳しいかな。もうちょっとあったかくなってからかな。あったかくなってからっていうか、もう半年後になっちゃうけど、今シーズンは無理かもしれない、お、すげえ、今猿がすげえいっぱいいた。お、猿いるんだね。うわ、びっくりした今、人だと思った。すげえ、多分カメラでは捉えてないと思う、一瞬だったから。あ、今のどこがあるか、桜峠の頂上か。結局また寄れなかったっていう。まあいいや、また来るでしょうっつってまた来ないって。確か景色がいい。あれ、富士山が見えない。あっちなんだ。そんなちょっと見えない。角度的にもっと左側か、ちょうど見えないですね。行きましょう。車が来ちゃったな、後ろから車が来るとは。ちょっと待って、先行かせよう。先行ってもらおう。ここ富士山見えるじゃない。おお、富士山見えますかね。うん、ちょっとこう坂道なんで止まれないな。行きましょう。捉えてるかな。よし、行くよ。いいとこだな。おお、富士山が綺麗。カメラで捉えてるかな。さてさて、違い見てきたな。なぜかここに浜名湖みかんが売ってた。何
なんで、元栖湖まで18キロ、朝霧高原です。うお寒い。あ、ただいまの気温5度です。5度でこのぐらいか。で、標高800メートル、あ、5度でこれはあるかな、かなりきついね。いや、これこの冬装備ね、買った時これもう絶対大丈夫と思ったけどね。いや、これ全然真冬でも大丈夫だと思ったけど、さすがに厳しいね。いや、ズボンもちょっとね、インナーも入れてくればよかったかな。そのぐらいちょっと寒くなってきました。お富士山ですね。ちょっと寄ろうかな。ういよし、富士山ちょうどちょうどいいところね。よし、写真だけ撮って、撮っとと行こう。よいしょ、よし、ちょっとね、写真だけ撮ったら行きます。また通りがあるとこ来ちゃったな。まあいいけど。やべ、ションペン来て、うい、国道305線です。寒いな、やべ、めっちゃ寒い。よし、まあ、いつものところでちょっと行ってみよう。そこで、よいしょ、一応ドリスミンかい。いつものとこが開いてなかったらこの辺でやるか。こっちでも開いてるからな。こんな時期にキャンプ、はい、こっちの駐車場初めてだけど、こっちでやろう。よし、もうとにかくね、邪魔が入んなきゃいいっす。一番隅でやりますか。よし、到着。ここでやって大丈夫かな。まあいいや。よし、
し、ちょっと準備していきますね。これいいか。まあ幸い風がないから今日は、まあ、一応これも使うか。邪魔が入んないことを祈る。ただそれだけ。よいしょ。どんどん沸かさないかな。着火。よし。着きましたよ。よく。水からやるからね。時間かかるね。多分。500いっちゃいましょう。よし。はい、ちなみにですね、今日のラーメン、今日のラーメンはこれでございます。はい、あっさり美味しいカップヌードル。昔のあれかな、前スープヌードルってやつだったと思うんだけどな。まあいい、まあ、簡単なやつからね、いきましょうってことで。まあ、一応ね、ラオウも持ってきたけどね。このまま、いきますわ。まずこれね。ゴミは持ち帰りますよ。ちゃんとね。今のところ邪魔は入らない。誰も来るんじゃねえぞみたいな、そんな感じですけど、これもあとお湯入れるだけですからね。今のところ出し切り状態です。一応コンビニでね、まあお湯余ったらこれコーヒーでも入れようかな。あとパンね。まあわかんないな、これはどうなるか。余裕があったら、はい、お湯沸かしてます。でも風が全然ねえからいいな今日。うん、ちょっと車が通るたび見ちゃうけど、はい、まあ、ヘルメットかぶった状態でお送りしてます。やっぱこういうテーブルも便利だな、あると。やっぱテーブルあった方がいいっすわ。はい、今結構紅葉してるじゃないですかね。山が紅葉してます。はいはいはい、一応ね、こんなのも持ってきてます。なんかでね、もらったんすよ。なんかのポイントで貯めてもらった椅子です。こうね、うん、これで最高じゃないですか。やばい、この椅子。よし、
結構暖が取れるかな。でちょっと食べてる間ちょっとどうやって取ろうかなと思って、あ首の今日ねあれ持ってこなかったんですよね、マイクを。これはヘルメット用のマイクなんで、うん、これに付け替えるか。はい、じゃあ出来上がりを待ちましょう。全然いけるね。いいね。ここ、あ、意外にいいかもね、ここ、景色。よし、片付けしますか。いや、すげえ温まったな。うん。なかなかいいっすよ。素晴らしかったな。こういうね、場所があればね、他にも、なんかこういう場所があるってあったら、教えてください。さすがに九州とかは厳しいと思うけど。これを折りたためると、このテーブルどうしようかなと思ったけどね、正直。まあこのテーブルはシートバッグだと入んないから、うん、今回はこの大地のねバッグで、まあ、ダーツするときはこれだね。よいしょ。で、入れてと、ゴミもちゃんと持ち帰ります。よし。こんな感じ。あ、やべ。この辺も入れんの。さすがにパン買ってきたけど、食えねえな。結構、お腹いっぱいになっちゃった。うん、近くに食べよう。さて行きますか。まあ今日は本当に最高。まあこっから富士山見えないですけどね、残念ながら。よし、行きましょうか。ふぅ、でもまあ30分ぐらいでできちゃったね。全然。よし、行きましょうか。まあ今日はラーツ、初めてのラーツってことで、まあ元スコでね、うん、まああとは今日は残念ながら帰ります。よいしょ、バックで、そういう時は進む。よし、よいしょ。忘れ物はないね。はい、行きましょう。帰りは元住道から帰りたいと思います、まあ、定番ですけどね、まあ、でも走るのは久しぶりかな、割と、うん、で道の駅下辺寄ってちょっとトイレ行こうかな。お、富士山綺麗です。富士山綺麗。よし、行きましょう。もう最悪ここでもいいかなとは思ってたけどね、この駐車場。よし、あとね、あと道の駅下辺か、あと元住町の途中でちょっと寄れるとこあるんで、そこでやろうかなっていう案もあったんですけどね、うん、よいしょ。うわ、すごい。
紅葉素晴らしいじゃないですか。いや、いいね。あんま飛ばすと怖いかな。おお、この紅葉の中を走るって素晴らしいな。いや、やっぱ秋が一番いいね。うん、一番好きな季節なんで。あれ？あれ？なんかおかしくない？あれ？なんか小屋があったと思うんだけど、小屋というか、なんつうの？うん、なんか屋根付きの休憩場みたいな感じだったんだけど、潰れてた。潰したのかどうなのかわかんないけど、台風の影響かな。よし、うい、よし、正直ここでやろうかなと思ったんですよね。ここもいいなと思って、ただ通りだから結構丸見えてる。よし、はい、というわけでね、まあ今日は今回初めてノーラーズ行ってきましたけど、いかがだったでしょうか。まあね、またまあいいとこを見つけていきたいと思いますね、うん、なかなかねこのダーツの道具を持っていつも行くっていうのは厳しいと思うんで、うん、まあ今度ね伊豆また行くときはね、伊豆には持ってったかもしれない、うん、伊豆は割と良さげなとこが何か所かあったんで、うん、ただ知らないとこ行ったりね、これからいろいろするのはちょっと、うん、まあなんていうか初見のところはちょっと持っていけないかな、うん、もうちょっとね、なんかシートバッグの方がいいね。、うん、リュックでもね、まあもっと疲れるかなと思ったけど、まあそれほどでもないんだけどね、うん、まあシートバッグとこのバックパックどっちがいいかって言われたらちょっと、まあ、どっちも長所と短所があるというかね、まあ、ただこのねバックパックの方が乗りよりは楽ですね、すごくそこは楽、うん、まあ、シートバッグの方がやっぱ荷物を取り出しやすいとかね、うん、まああと背負ってないんで邪魔にならないというか、やっぱこれねリュックを背負いながらっていうのはちょっと久しぶりなんでね、若干やっぱ走りづらさはあります。まあダーツの道具積んでるんでまあまあ重いんでね、うん、はい、ではまたねこういう、まあ、ダーツって形で行くっていうのはどうなるかわかんないですけど、また情報を手に入れていきたいと思います。はい、まあ、静岡県に帰ってきたということでどうもありがとうございました。ご視聴またお会いしましょう。今回はこれで失礼します。ご視聴ありがとうございました。